3月1ヶ月間、春休みにしている間に、皆さんもよくご存知のように、世界中、COVID-19 が、新型コロナウイルス、の流行が全世界的に広まって、患者数が、100万人でしたか。で、死者も全世界で数万人、出ているという状況になっています。でもこれも2月の最後の時点、2月の確か最後の回に、このコロナウイルスの新型コロナウイルスの流行がもっとひどくなれば、まさに終末論的な状況に我々は陥ると。言いましたけども、今もうまさにその終末論的な状況になってますね。終末論、終末といってももちろんウィークエンドのことじゃなくて、エスカトロジーですね。エスカトロジーという用語は、神学用語なので、テオロジーの用語なので、より一般的にこの終末論と同じ意味で使われている単語はアポカリプス、アポカリプティックという、単語ですけども、新聞の見出しなどでは、昨年末あたり、オーストラリアで、森林火災、大規模な森林火災が起きた時も、アポカリプティックというような表現が使われてましたけど、その時よりも今もっと世界的な規模で、まさにその終末論的な状況に我々はいます。置かれています。で、しかも突然ですね。で、それまで、世界の秩序が、多かれ少なかれ保たれていたところに、突然に死が訪れた。死の穴が不意に口を開いて、で、しばらく前までは、いわゆる対岸の火事のように思われていたものが、中国に限られていたと。で、ちょっと他のところに広まったけども、イタリアあたりに広まったけども、日本人はそんなに関係がないと、皆さん思ってたかもしれませんけども、今もまさに、都内でも死者の、患者の感染者の数がどんどん増えている状態で、いつ誰がコロナウイルスに感染しても不思議ではない。そして感染して、運が悪ければ死ぬと。まさに理不尽な不条理な状況が、現実になっています。で、これまさにその死の穴が、口を開いた、突然口を開いたわけですね。死の穴、否定存在論的な穴と、私が呼んでる穴ですけども、それがその死の穴として、突如口を開いた。で、この状況は、我々がまさにその死すべきものであるという
逃れがたい真理を我々に改めて思い出させてくれます。死すべき存在ですね。ハイデガーがのザインツムトーデと言った、我々の存在を、まあ、ザインツムトーデというこの、ハイデガーの表現が、今、日本で普通どう訳されているのかよく知りませんけども、まあ、そのまま訳せば、まあ、例えば死に向かう存在とか死に対する存在と、いうふうに訳せるでしょうけども、まあ、死すべき存在ですから要するに最終的に死に向かう存在と。いうわけですけども、でも単純にそれは時間的に、例えば何十年か生きた後に我々は必ず死ぬと、単純にそういうことを言ってるわけではありません。むしろその我々はその死に向き合うことができる存在であり、しかも死に向き合わねばならない存在であると。死に向き合うべき存在である。それが、我々その人間の最も本来的な、あり方です。死に向き合うことのできる存在ですね。でその意味で、ですからそのハイデッガーは、人間だけが死ぬことができると言いました。動物ももちろん ある寿命が来れば、あるいはその病気になれば、犬でも猫でも死ぬわけですけども、でも犬や猫は、死に向き合うことはできない。まあ、例えば象なんかがその自分の死期を悟って、なんかどっかに、姿を隠すというような話、なんか子供の頃どっかで読んだことがあるような気がしますけども、でもそれでも、まだ我々が生きているうちにですね、我々は死すべきものなのだというような形で、死に向き合うということは動物にはできない。人間だけが死に向き合うことができる。そういう意味で人間だけが死ぬことができる。動物は単純にその寿命を、あるいはその生命を、生命活動を終えるだけだ。そういう意味のことをハイデガーは言っています。でこのコロナウイルスのこの全世界的な流行という、予想もしてなかった状態は、我々がまさにその死に向き合うべき存在であり、死に向き合うことのできる存在であると、いうことを思い起こさせてくれます。でそしてそれは日本人が最も不得意なことですね。この間の週末も東京都知事が外出しないようにと要請していたにもかかわらず、まあ、Facebook やら Twitter やら、で、に投稿されていた写真などを見ると、秋葉原や新宿で、開店パチンコ屋の開店を待つ長い人の列ができていた。そういう写真が投稿されていました。で、そして、その少し前ですね、その少し前に格闘技の何千人かが集まる格闘技の、競技会が、埼玉市で、行われたと。その時もうすでに、そういう大規模な集会はやめておいてほしいという要請が出てたにもかかわらず、それから夜の、
新宿あたりのその夜の店で、結局そのクラスターが発生したと、患者の集団的な感染が、どうも起こっているようだということも報道されてますけども、そういったそのまさに市が口を開いている状況を否認する、認めようとしない、もうイタリア、ヨーロッパでもアメリカでも猛烈に患者の数が増えていって、次々に人が死んでいると、まあ、その前にもちろんその中国で武漢でそういう状況が生じてたわけですけども、それを、知っているにもかかわらず、あるいはそのもしかしたらもう初めからそういうニュースが流れてても、単純にその左から右へ、言葉が抜けてただけなのかもしれませんけども、全然その深刻さをまともに捉えようとしない、非常に日本的な、状況だろうと思います。でそして、そのようなその死を否認する、死の危険性を否認する態度のせいで、多分これから数週間、日本中で、ね、多くの人がコロナウイルスに感染し、そして少なからぬ数の人が、亡くなっていくという状況が起こると。でそれに対してその安倍晋三が何やったかっていう、何をやろうとしているかっていうと、皆さんご存知のようにマスクを、各世帯に2枚ずつ配りますみたいな、もう英語圏の新聞が早速もう呆れ返って、記事にしてましたけども、そういう対応しかしない、一体その仏教は、無を説きますけども、どうもその仏教の無というのは、死を、塞いでしまう、死の穴を塞いでしまうような無でしかないようです。まあ、いずれにせよ仏教っていうのはその死んだ後、極楽浄土に行くというふうにみんな信じてますから、涅槃ですね、ニルバーナ、まあ極楽浄土っていうのはだいぶ後になってからできた概念でしょうけども、でもそのニルバーナ、と呼ばれているその死は本当の意味での今口を開いている死の穴ではないですね。無によって塞がれた穴です、仏教の死、あるいはその仏教の無というものはですね。でその伝統の中にずっと生きてきた日本人たちは、結局その死に向き合うことができない。その1945年を経験しているにもかかわらず、そして 3.11 を経験したにもかかわらず、相変わらず日本人の大多数は死に向き合うことをしない、死に向き合おうとはしない、この在に積む等でであることを何らかの形で覆い隠して見ないようにして済ませている。この COVID-19 の世界的流行はおそらくそのような日本人が構成する社会、我々が今その日本人社会と呼んでいる、あるいはその日本社会と呼んでいるこの社会の崩壊を思っていたより以上に早くもたらすことになるでしょう。で、まあ今現在のこの終末論的な状況に関するコメントはそこまでにしておきましょう。で、フロイト、精神分析とフロイトの話に戻ると、今年度というのは2019年から2020年にかけての、今年度、フロイトへの回帰とオイディプスの彼方というタイトルで、
東京羅漢塾のセミナルを行っています。で、どうしてそういう主題を選んだかというと、フロイトが亡くなったのが1939年の9月の23日、だったんですけども、したがって昨年ですね、2019年はフロイトの没後80周年だったわけです。まあ、別に80周年ってあんまりキリのいい数字でもないかもしれませんけども、私が1956年生まれなので、フロイトの生誕100周年の時は私まだ生まれたばっかりで、フロイトがそれで1856年生まれですね。フロイトが生まれたのは1856年の5月の6日で、私は1956年の8月7日生まれなんですけども、ですからフロイトの生誕100周年の時は私は当然ながら、まだ母親の体内に、いたわけで、で、そしてフロイトが亡くなったのは今も言ったように1939年の9月23日ですから、フロイトの没後100周年というのも、私自身はもう多分死んでるだろうと思いますので、フロイトの生誕のちょうど100年後に生まれたという、まあ、ある意味で名誉ある年に生まれたわけですけども、残念ながらフロイトの生誕100周年もフロイトの没後100周年も私自身は、その記念の年に行われる何か催し物みたいなものに、私自身は参加することができないので、まあ、ちょっと80周年というキリのそんなにキリのいい数字の年ではありませんけども、この機会にもう一度そのフロイトを振り返ってみようと、思ったからです。で、フロイトへの回帰、Retour à Freud という表現、皆さんもこの東京羅漢塾を知る前から羅漢に置かれ少なから関心を持っていた人たちはどこかで聞いたことのある表現だろうと思いますけども、羅漢は、羅漢がその1953年のローマ公演の中で、持ち出した掲げた標語ですね。フロイトへ、戻るということですね。フロイトへ戻れ。まあ、戻れっていう命令形で言ったわけじゃないですけども、Retour à Freud。フロイトへ戻ること。それを、その標語を羅漢は、1953年の記念すべき、ローマ公演の中で、掲げました。で、なぜ、そのような、標語を掲げたかというと、まさにその当時、1950年代ですね、1950年代というのはアメリカで、精神分析が、絶頂期にあった時代だったわけですけども、当時はまだ、有効な薬物療法が、精神科の領域の薬物療法というのは、まだ有効なものがなかった、時代ですし、ですからその精神科領域の疾患の治療となると、いわゆる精神療法、まあ、なし心理療法、両方の表現がありますけども、まあ、心理学系の人はまあ心理療法というのを好みますし、我々精神科医は精神療法と呼びますけども、まあ、サイコテラピーですね。英語で言えばサイコテラピー、プシコテラピーですね。としては精神分析が最も本格的な治療であり、まあ、最も有効な治療であると1950年代は考えられていたわけで、ですから精神科医はの大多数は、精神分析科の資格も取ったですね。特にアメリカでは、比較的、20世紀の、後半、遅くになるまで、精神分析家になるためには精神科医でなければならない。要するにその心理学者だけでは、サイコロジストは精神分析家にはなれなかったんですね、アメリカではですね。イギリスでは違いますけども、イギリスや他のヨーロッパ諸国では精神科医でなくても精神分析家になれましたけども、アメリカでは
精神科医でなければ精神分析家になれなかったと。そういう状況が、確か1990年ぐらいまで確か続いたはずですね。で、とにかくその1950年代というのは、精神分析が、の絶頂期だったわけですね。で、その時期にしかし、精神分析はどういう状況に陥っていたかというと、フロイトが、唱えた、まさに無意識という概念とか、それから死の、とりわけ受け入れられなかったのは、フロイトの概念の中でも、とりわけその、フロイトの死後ですね、なるべくみんなが見ないでおこう、触らないでおこうとした概念の代表が、死の本能の概念ですね。で、そして、その当時、1950年代、アメリカにおいて、特にアメリカにおいて、精神分析はどのようなものになっていたかというと、精神分析の目的は、治療目的は、現実適応、患者が現実適応をすることができるようにすることだというふうに思われていた。一般的にですね。アダプテーションですね。で、要するに患者は要するに病んでる状態っていうのは現実 の状況の中に、状況へ適応できていない状態であって、何らかの事情でですね、大抵の場合、その要するに患者自身が、成熟していないために、未熟であるために、現実適応が、できないでいると。で、そのような病的な状態から精神分析によって、現実適応ができる状態に患者を治してやると。1950年代、精神分析はそういうもんだと思われていた。で、ラカンはそのような精神分析の、言ってみれば堕落、ラカンの目から見れば当然堕落なわけですけども、精神分析の本来性をが失われており、精神分析の本当の射程ですね、精神分析が本当にいかなることができるのかというようなことに関して、その本来性を全く忘れ去ってしまった状態に、その異議を唱えたわけですね。で、そのフロイトのその無意識、まさに無意識という概念にせよ、それからフロイトのその死の本能の概念にせよ、多くの精神分析家たちがもう忘れ去ってしまい、そういった概念にもはやその目を向けようとしなくなった状況。そのような状況の中で、1950年代のそのような状況の中で、フロイトへ帰れと。フロイトへ帰ろうと。ラカンは言ったわけです。で、それによって、ですから、みんなが、特にとりわけ英語圏の精神分析家たちが見ないで済まそうとしていた、無意識、ですから死の本能、そういった概念を改めて、検討し直してみようというふうにラカンは提唱したわけですね。で、それともう一つは、ですから、フロイトに帰れという標語は、フロイトをドイツ語の原文で読み直そうという提案でもあります。これは、特にフランスにおいて、フロイト のフランス語訳っていうのは非常に問題が多かったんですね。語訳が多かったし、そのフロイトのテクストのニュアンスを、うまく再現できないような翻訳が出回っていた。そういう意味で、ですから、その、フロイトを翻訳において読むんじゃなくて、原文、ドイツ語の原文で読もうと、そういう提案でもありました。で、そして、その、単純にそれだけだったら、フロイトの翻訳があんまり
正しくないから、あの翻訳をやり直しましょうみたいなことだったら、そんなにあの、まあ比較的人畜無害だったわけですね。で、あのラカンのセミネールに参加していた、者たちの幾人かは、そのフロイトへ帰れという標語を、まあ、そんなような次元で、受け取ったと。代表格がですから、のジャン・ラ・プランシュと、それからあのベフトハン、フォンタリスですね。あの、精神分析用語辞典を作ったあのラ・プランシュとポンタリスは、ラカンのそのフロイトへ帰れという標語を、まあ、あのフロイトをドイツ語のテクスト原点で読み直して、で もう一度、改めて正しいフランス語訳を作ろうというような程度に、受け取った。で、あのラ・プランシュとポンタリスが、特にラ・プランシュが中心になって、新しいフランス語訳を実際に作り上げて完成させました。で、まあ、それはそれで、まあ、あの出版事業としてはあの悪いことじゃないと。で、実際、まあ、その翻訳が不正確だったところはかなり直ってます。改善されてます。まあ、その本当の意味でそのフロイトのドイツ語のテクストのニュアンスがフランス語に再現できているかどうかということは、まああのいろんな余地はいろいろあるでしょうけども、それからあまりにあのドイツ語の原文に忠実に翻訳しすぎたせいで、フランス語としてはちょっとおかしな文になってる、読みにくいというようなあの批判も出ましたけども、まあ、ラカンのですから、そのフロイトへ帰れという標語は、あのラカンのところからはあの袂を分かってしまった、ラプランシュたちにおいても結局そのようなあのフロイトの翻訳を見直させるということを動機づけるような、インパクトがありました。でも単純にそういうことではないんですね。単純にそういうことではない。単純にそのフロイトの翻訳を見直せばいいということではない。で、むしろそのフロイトに帰れというその標語が、含んでいたのは、精神分析の倫理の次元に関わることです。で、その先ほども言ったように、精神分析の治療目標は、現実適応に損すると。患者が現実適応できていない患者が、再びその、あるいはその初めてその現実に適応することができるようにすると。そのような、英語圏の特にあのエゴサイコロジー、自我心理学と言われている精神分析の流派、その自我心理学のにおけるその治療倫理ですね、精神分析の倫理、現実適応の倫理、それをラカンはあの真っ向から否定したわけですね。精神分析はその現実適応やらその性本能の成熟やらを治療目標にするのではないと。精神分析のその本来的な倫理は全く違うところにあると。そのフロイトへ帰れというその標語は、実はその、そちらのその倫理的な次元、を包含していた。で、そしてそれがゆえにですね、あの国際精神分析学会は、ラカンを追放したのだと、考えることができます。その、フロイトへ帰れという標語をラカンが掲げたのが1953年で、そして、国際精神分析学会が、ラカンを、国際精神分析学会からその、追放することですね。最終的にもうあの後戻り、戻ってくることができない形で、追放したのが、1963年です。あのですからローマ公演から10年後ですね。単純にあのラカンがあの面接時間、1回の面接時間が40分から50分というようなその基準を守らなかった。まああの一応公には、あの
ラカンがその破門になった理由っていうのは、その、変動時間面接の技法にあると、その理由がですね、そういうふうに言われてますけども、でも本当のところ、その国際精神分析学会がラカンの何を恐れたかといえば、精神分析の治療目標は現実適応にあるという自分たち の、 その倫理が全くラカンによってひっくり返されてしまった。もしその現実適応でなければ、そのじゃあ一体精神分析家たちは一体何をするために精神分析すればいいのか、もう分かんなくなってしまうわけですね。まあ、これは あくまで私の推測ですけども、でもその国際精神分析学会がラカンを追放した、破門した一番大きな理由は、その倫理的な次元にあっただろうというふうに私は思います。でまあ、とにかくその精神分析は、もちろんフロイトが最初に精神分析を作り出したときは、フロイト自身は要するに、もう使われなくなってしまった表現ですけども、そのヒステリーの患者を治療することから始めた。で、まあ、フロイト自身はですから、その精神科医として、あるいはその神経科医として、そのヒステリー患者たちを見ていたと、治療していたわけですから、まあ、精神療法の一つとして精神分析を始めたということはもちろんできるわけですけども、しかし今我々は精神分析を精神いわゆる精神療法の一つのやり方だというふうには、捉えていません。少なくともラカン派はそういうふうには捉えていない。まあ、もちろん国際精神分析学会に属する日本精神分析学会の、人々であれば、この精神分析は精神療法の一種ですと言うでしょうけども、まあ、我々ラカン派は、精神分析は精神療法の一種だとはもうもはや言いません。それは例えばその今まさにこの COVID-19 の世界的流行の中で、我々はそのまさに終末論的な不安を生きているわけですけども、特にその不安に対してどのような治療を、あるいはそのどのようなその対応をするかということに最も明確にその違いが現れてきます。で、精神療法であれば、不安を、抑えると。大丈夫、大丈夫と言って、まあ、なだめてやって、まあ、何も怖いことはないから大丈夫だからと。まあ、要するに不安をごまかす、ある意味でごまかすわけです。で、まあ、COVID-19 に関して言えば、まあ、1年か2年すればワクチンもできるし、今もしかしたらそのウイルスの増殖を抑えることができるかもしれない薬も、治験が始まろうとしているし、あとは、まあ、マスクして手を洗って、感染しないようにできるだけ心がけてれば、なんとかやり過ごせますよみたいなことを、まあ、精神療法家だったらば患者に向かって言うと、であるいはその、むやみやたらに、怖がってないで、まあ、まず現実のレベルで、COVID-19 の、 そのウイルスにかからないようなことをできるだけやりましょうみたいなアドバイスをすると。で、さらに、精神科医であれば、不安なんですか。じゃあ、不安を抑える薬を処方しておきましょう。これ飲んでください。それがですから、精神療法なり、その精神、医療なりの、精神科医なりの、その不安に対する対応の仕方ですね。
まあ、それ、常識的にはそれは当たり前のことだと、思われるんでしょう。しかし、その精神分析の方は、じゃあ不安に対してどうするかというと、不安を、何らかの仕方で、ごまかすということはしない。それが精神分析ですね。先ほども言ったように、その終末論的な不安、我々は皆、死を免れることはできないわけですから、その不安を、死の不安をに向き合う。当然、いきなりその向き合うって言っても、そんなにそう簡単にできることではないですから、まあ、でそもそもその死の不安を覆い隠すために、いろんな症状が、あるわけで、症状というのは基本的にそれですね、その死の不安を覆い隠すもの、覆い隠す機能を有しています。まあ、神経症にせよ、正当作にせよ、精神病にせよ、症状というのは、その死の不安を、その死の穴を覆い隠す機能を有していると。その覆い隠すために作られている。で、精神分析はその死の穴を覆い隠しているものを引き剥がしていくわけですから、だん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 その、死の穴そのものがあらわになってきます。で、当然不安が強くなってくる。で、その不安に、ですから、耐えることができるように、ならないといけないわけですね、最終的に。死の穴を、その死の不安をごまかすことをやめる。そのことの秘訣は、ですから、その、死の不安に、とにかく耐えることができるようにならなきゃいけないと、いうことです。で、その死の不安に、その死の穴に向き合って、その、まさにその残逸無等で、としての、その、本来的なあり方に立ち返ること、あるいはその立ち返ることができるようにすること。それが、精神分析の方向性であり、その精神分析の倫理です。そう、精神分析の倫理に関して、ある、まあ、名前は挙げとくのは控えますけども、まあ、比較的有名な社会学者が、社会学研究者、日本人ですね、日本人の社会学研究者の一人が、ne pas céder sur le désir という欲望に関して譲らないという表現、まあ、当然その人はフランス語はそんなにできないでしょうから、誰か日本語に翻訳したものを見て、その欲望に関して、譲歩しない、譲らないという表現を目にしたんでしょうけども、まあ、日本に限らずフランスでもそういうふうな誤解をする人多いんですけども、その人はその欲望に関して譲らないということを、要するに欲望の満足を徹底的に追求すると、そういう意味にとってるんですね。諦め、いわゆる欲望を満たすことを諦めない。そういう意味にとってた。ある社会学研究者が欲望に関して譲らないということを、そういう意味にとってるのを比較的最近見かけました。それは誤解なんですね。まあ、フランスでもそういうふうに誤解してる人いるので、まあ、その社会学者が、
1人が間違って理解しているということではないんですけども、ラカンがその欲望に関して譲らない、ヌパセデシロルデジールと、精神分析の倫理のセミナリですね、セミナリ第7巻、1959年から60年にかけて行われたセミナリの第7巻の一番最後の講義において、その精神、欲望に関して譲らないという表現をラカンは、提示したんですけども、それは何かというと、欲望をその満足させるということは、欲望の満足、もし仮にその欲望を満足させることができたというふうに、あなたが我々が思ったとすれば、それは、単純な勘違いなんだ。欲望を満足させることは実は不可能である。ですからその欲望を満足させることができたと、それいわゆるそれこそ要は満足じゃんみたいな状態にあなたが至ったとすれば、それは、とんでもない思い違いに過ぎない。ですからその欲望に関して譲らないというのはどういうことかというと、欲望をその満足させるような形で欲望をごまかすことをするなということですね。欲望は、欲望の穴というのは塞ぐことはできない。欲望を満たすことはできないんだと。不可能なんだということをわきまえて、その欲望の穴をその穴として引き受ける。それが欲望に関して譲らないということです。その今、欲望の穴と言いましたけど、これはですからその死の穴と同じものですね。その否定存在論的な穴と、私が呼んでいるそのまさに最も中心的な、最も根本的な穴。まあ、それはですからその、フロイトがその穴を発見したのは、まさに欲望の穴として発見したわけですけども、まあ、フロイトにおいては欲望ではなくて、分主という単語、日本語では願望と訳されてますけども、でもまあ、欲望の穴と言っていいですね。破壊不可能な、欲望と。で、フロイトはそのですから破壊不可能な欲望が、我々の存在の核に、空いていると。まあ、フロイト自身はそのあんまり穴という表現を使いませんでしたけども、でもまさにその満足不可能な欲望が我々の存在の核を成していると、フロイトは言ったわけで。そのですから、埋め伏さんことのできない穴を、欲望の穴、それは欲望の穴でもあり、そして、死の穴でもあり、無の穴でもあり、そして罪の穴でもあるわけですけども、その穴を、ですから、ごまかすことなく、引き受けることと。で、そしてその穴が引き起こす不安に、耐えることができるようになることと。ね、それが精神分析の倫理です。その倫理は、ですから、その穴を塞ぐことはできないんだと。埋め塞ぐことはできない。そのトポロジックな、真理に基づいています。で、ですから、その、まあ、フロイトが亡くなって、80周年と、それをきっかけに、その機会に、まあ、もう一度改めて、そのラカンが提唱した、フロイトへの回帰は、いかなることであったのかということを、まあ、改めて、我々は今年度問うてるわけですけども、
その観点から見ると、実はフロイト自身の中にフロイト の, その無意識の発見を裏切るような何者かがあるということに我々は気がつくことができます。もちろんそのラカンの教えによってですね、ラカンの教えに基づいてフロイトを改めて読み直すなら、フロイト自身が自分自身 の, その発見したものを裏切るようなことを言っていると。でその最大のものは何か、最も中心的なものは何かというと、エディプスコンプレックスですね。オイディプスコンプレックスに他ならない。精神分析といえば、あるいはそのフロイトといえば、もうエディプスコンプレックスというのはいわゆるタフターラクレームに他ならないわけですけども、もうまさに決まり文句ですね。精神分析って言ったらエディプスコンプレックス、これはもうフランスにおいてもまさに一般の人たちの理解というのはそれですね。まあ、日本のはもう精神分析も知られてませんし、エディプスコンプレックスも、ほとんど仮にその表現を知っていても、多かれ少なかれ正しく理解している人はほとんどいないわけですけども、まあ、でもフランスだと、一般 の, その新聞なんかジャーナリズムでも、未だにエディプスコンプレックスという単語が出てきますし、エディプスコンプレックスは精神分析とはもう切っても切り離せない概念なわけですけども、まさにこのエディプスコンプレックスの概念こそが実は、フロイトの発見を最も裏切るものであると、まあ、そのことを今期は特にそのフロイトの症例論文に準拠しながら見ていくことになるわけですけども、その意味でですから、そのフロイトへの回帰に並べて、オイディプスの彼方というものを掲げました。今年度のその我々のセミナーのタイトルとしてですね、フロイトへの回帰とオイディプスの彼方。フロイトへ回帰して、ですからそのフロイトのテクストを読んで、はい、エディプスコンプレックス、エディプスコンプレックス、エディプスコンプレックスと、また日本でもそのエディプスコンプレックスの概念を広げましょうと。小此木敬吾さんはアジャセコンプレックスだと、あれは小木平作さんですね。1930年代にウィーンに留学して教育分析を受けてきた、小沢平作ですね。小沢平作さんが最初に提唱したアジャセコンプレックス、それを小沢平作さん の, 娘を妻にした小此木敬吾さんが引き継いで、一生懸命その、西洋はエディプスコンプレックスかもしれないけど、日本はアジャセコンプレックスというようなことを言ったわけですけども、要するにですから、その、まあ、西洋ではその父親的な原理が優位だったかもしれないけども、日本は、母親的な原理が優位なんだみたいな、そういう議論ですね。まあ今誰もそのこと本気になって、受け継いでる人は、いないだろうと思いますけども、もう一度ですから、そのオイディプスコンプレックスの概念を立て直そうみたいな、そういうことでは全然ないですね、フロイトへの回帰は。むしろそのエディプスコンプレックスが含んでいる、包含しているその父の概念、父親の概念ですね、を批判しなくてはいけない。で、まあ、社会学者が特にそのフェミニストたちが好んで、論ずるその家父長制との絡み
においても、父の概念こそ今より徹底的に批判されるべき概念なわけですけども、そのエディプスコンプレックスというのはまさにフェミニストたちが批判する父の概念そのものなわけですね。で、フェミニストたちにはですから精神分析っていうのは評判良くないですね。特にアメリカなんかでは、アメリカでは特にですから、フェミニズムが、起こってくる以前にその精神分析が要するにメジャーなものであって、でそこではそのエディプスコンプレックス、エディプスコンプレックスと言われてたので、現実適応とかですね、そういうこと、が前提されていたので、アメリカのそのフェミニストたちにとっては、もう精神分析っていうのは、攻撃の材料、攻撃の的ですね。で、なんか、ですから、その、アメリカのフェミニストたちっていうのは、ラカンが出てきて、そのラカンが、特にセミネールのアンコーですね、において、ラジュリスタンスフェミニン、女性の越を論じたということに、ちょっとびっくりした、みたいですね。ですから、そのアメリカのフェミニスト、アメリカの中でそのラカンを取り上げた、最初の世代は、女性が多かったですね。女性の哲学者やら社会学者やらが、それからフェミニストたちが、特にセミネールのアンコーあたりに注目したと。まあ、ですけども、フロイトに帰ることはですから、単純にそのオイディプスコンプレックスをもう一度、まあ、誇りを払ってですね、オイディプスコンプレックスの概念の誇りを払って、もうちょっと磨いてあげましょうみたいなことでは全然ないですね。で、まあ、いかにですから、そのエディプスコンプレックスの概念が、その精神分析の臨床を歪めてしまっているかと。そのことを我々は今期、そのフロイトの症例論文において、見ていくことになるだろうと思います。でそのために特に、うってつけの材料が、まず最初に取り上げる、このハンス少年、馬恐怖症の、5歳の男の子の症例と、それから、第2に取り上げる、ヒステリーの少女、ドラの、症例です。この、2症例は、特にその、いかにそのフロイトが、その、オディプスコンプレックスの概念にこだわるあまり、こう、全然こう、臨床的な、その患者たちのその本当の状態が、フロイトには見えてこないと。オイディプスコンプレックスの概念こそがむしろそのフロイトの目を、覆ってしまっていると。いかにそのような事態になってしまっているかを見るのに、この、ハンス少年とそれからドラの症例というのはうってつけの材料です。まあ、昨年11月にこの今年度の精神、東京羅漢塾精神分析セミナーを11月に始めて、まあ、2月まで、まあ、途中もちろん冬休みを挟みましたけども、14回の講義において、我々はまずその夢に関してフロイトがどういうことを言ってるかと、いうことを見ました。で、まず最初に取り上げたのは、ですからその、夢解釈、フロイトの代表的な、一番最初の代表的な著作である夢解釈において、まさにフロイトが一番最初に取り上げている夢ですね。イルマの注射の夢。フロイト自身が見た夢ですけども、その夢を取り上げて、羅漢的な観点から、その夢がいかに、捉えられるかということを、結構詳細に検討しました。
で、しかもそのフロイト自身の解釈がいかに不十分なものであるかということも見ました。イルマの注射の夢の中心的なイメージはイルマが口を大きく開けるところですね。夢の一番最初のに出てくるイメージですけども、フロイトがそのイルマに関して、誤診してたかもしれない、診断を誤っていたかもしれないという、ちょっとした軽い不安にとらわれて、そのイルマにもう一度その口を開けてみなさいと、まあ、医者の診察ですから、まあ、もちろん実際にはそのフロイトはそのイルマの口の中を覗くようなことはしないわけですけど、まあ、でも、内科にかかれば大抵、はい、望みますから口を開けてみたいな感じのことをやるわけですけど、まあ、同じようにそのフロイトは夢の中でイルマに口を開けてごらんなさいと命ずると。でイルマはちょっといやいやとしながら、でも最終的に口を大きく開けたと。そのイルマの大きく開いた口の穴ですね、穴、それがこのイルマの注射の夢の中心的なイメージなわけですけども、でまあ、興味深いことに、そのフロイトはその夢のこういう夢だったということを、まあ記述した後、その夢の各要素について、連想していくわけですけども、そのまさにイルマの口が大きく開いたというところに関して、フロイトは連想がうまく働かないと、まあ、これ正直に言ってるんですね。そこは正直ですね。この部分に関しては、私はそのどうも連想がうまく働かないし、連想がうまく浮かんでこないし、むしろその何かここについて、このイメージに関して何か考えようとすると、まあ、不安が生じてくる。まあ、不安が生じてくると言ってたかどうか今ちょっと定かではないですけども、でもとにかく、もうこれ以上そこに関しては考えたくないと。そういうことを正直に告白してますね。でそのように夢の要素の中で連想が働かない部分、連想が不可能な、箇所が大抵あると。でそれこそが、まさにその夢の彼方の彼方に通じる、ある意味でその通路であると。これで直感的にそう感じて、でそのような夢の中のその解釈ができない部分ですね。解釈、連想を働かなければ当然解釈できないわけですから、夢のその解釈不可能な要素を夢のへそと呼びました。へそは、まあ、要するに赤ん坊とその母体を、つなげるものだったわけですけど、まあ、へそ自体はまあ閉じちゃってますね、もうね。赤ん坊が、生まれてくるともう閉じてしまって、ですからへそっていうのは一種の痕跡でしかないわけですけども、だからそういう意味でその穴が開いてるということをフロイトはそこでちょっと認めることはできてないわけですけども、でもまさにフロイトは直感的にそこにやはり一番重要なものが隠されている、痕跡として残っているというふうに感じ取ったわけですね。でもう一つ続けて、その同じ夢解釈の中で、論ぜられているスモークとサーモンの夢を我々は取り上げました。これはラカンも取り上げている有名な、まあ、ラカニアの間では有名な例ですね。肉屋の、その患者自身はフロイトの見てた患者ですね。その夢を見た人はフロイトの患者のうちの一人で、ヒステリ患者で、フロイトに治療を受けていたと。で、その人自身、その人の夫が肉屋なので、ラカンはちょっとふざけて、その美しい肉屋夫人と、
彼女のことを読んでると。で、フロイト自身はその患者が基地に富む、患者だという意味でヴィッツィヒという表現を使ってるんですけど、その患者はヴィッツィヒな女性でというようなことを言ってるので、このヴィッツィヒっていうのはその、まあ基地に富む、要するにまあ賢くてこう、いわゆるだからフランス語で言えばそのエスプリに富むってやつですね。エスプリに富む人であった。エスプリに富む人っていうのをフランス語ではスピリチュエルって言います。だからスピリットですね。スピリットの形容詞ですね。フランス語のエスプリの形容詞がですからスピリチュエルなわけですけども、ただこのスピリチュエルという形容詞は通常むしろこの宗教的な意味の方に使われることが多い。エスプリも、サンテスプリっていうのは、キリスト教の、精霊、三位一体の、一つである、三位一体をなす要素の一つである、精霊のことをサンテスプリって言いますから、エスプリをキリスト教の文脈で、その言葉に出会えば、当然ながらそちらの精霊の方、を思い浮かべるわけで、でその形容詞のスピリチュエル、あるいはそれを名詞化したスピリチュアリテ、まあ、英語だとスピリチュアルとかスピリチュアリティって言いますけども、それはむしろですから、その宗教的なものの方を連想させると。で、ラカンは でもその、スモークサーモンの夢を見たヒステリー患者のことを、スピリチュエル・ブシェール、スピリチュアルな肉屋夫人と、非常にまあ面白い表現で読んでるんですけども、まあ、彼女が、とにかく、フロイトが彼女に夢は願望充足であると、説明したわけですね。治療の最中に、夢は願望充足であると患者に、まあ、教えた、説いたと。で、そうすると、その患者は、女性患者は、いや、フロイト先生、あなたはそういうこと言いますけれども、私は全然願望が充足されない夢を見たんですよと言って、反論すると。で、どういうふうに願望が充足されなかったかっていうと、そのディナーを友達を呼んで、ディナーを、晩餐会を催そうと、したんだけども、手元にはほんのわずかなスモークとサーモンしかなくて、晩餐会を催すことができませんでした。晩餐会を催したいという願望が満たされませんでした。そういう夢を見たんですよと、フロイトに言ったんですね。で、その夢に関して、ですから、我々も取り上げました。で、それはそこにもおいてもまさにそのですから満たされない欲望という、その欲望の満たされなさにおけるその欲望の穴が、まさに問題になってくるわけですけども、その穴をがまさにその中心的なイメージであるということの例の第二の例としてその夢を取り上げました。で、夢に続いて、幻想を我々は取り上げました。で、幻想の一番、フロイトが論じている幻想の一番代表的な例として子供が叩かれているという幻想を、そういうタイトルのフロイトの論文があるんですね。1919年のEin Kind wird geschlagen という、子供が叩かれるというタイトルの、論文を改めて、読んでみました。で、でそして、それに関連してラカンの幻想のマテームを
これが幻想のマテーマですね。ファンタスム。これに関して、立ち入った説明を試みました。でこれは、ツイッターの方でもちょうど改めてこの、グラフを取り上げたところですけども、これですね、これが欲望のグラフと言われているグラフですけども、どっかで目にしたことあるだろうと思いますが、この欲望のグラフのここのところにその幻想のマテーマが位置づけられている。で、そのことの意義を、一体この欲望のグラフが一体何を言わんとしているのかを、改めて、論じました。まあ、これは ついこの間、今週か。今週まで、続けて、論じていた、ツイッターの方で論じていた、女性性、に関する議論の中でも説明してますので、まあ、ご興味があれば、Twitter の方も見てみてください。まあ、Twitter の方は、来週が青春館で、4月の12日が復活祭で、ですので、まあ、2週間ちょっとお休みに取ることにしてますけども、でこのエスバレですね。このエスバレが、穴のマテームであるということを強調して、論じました。で、続けて、ですから、症例、夢を論じ、夢を取り上げ、幻想を取り上げたので、まあ、そろそろ本格的に、症例に、入ってみようというわけですね。で、予告したように、このハンス少年の症例論文ですね。ある5歳児の、5歳男児の、恐怖症の症例と。で、皆さんに配信したメールの方に、この、ある5歳男児の恐怖症の分析というこの論文のドイツ語テクストと、それから英語訳と日本語訳がダウンロードできるリンクを貼っておきましたので、まあ、皆さん一応、まあ、お忙しいかもしれませんけども、まあ、少なくとも日本語訳ぐらいは読んでみてください。これ岩波の新しい翻訳ですね。一番新しい翻訳です。岩波書店から出ているフロイト全集のに収録されている、翻訳です。まあ、もとも一番新しい翻訳だから、正確かというと、必ずしもそうではなくて、子供が叩かれているの論文に関して改めて翻訳の質を検討してみましたけども、しっかり誤訳しているところは誤訳してますね。で、しかもその古い人文書院版の翻訳においてなされていた誤訳がそのまま踏襲されている。これもしかしたらですから、まあ、疑おうと思えば、要するに岩波版の翻訳者も人文書院の翻訳を踏まえて参考にして訳文を作ってるんじゃないかと。まあ多分これ、それ事実でしょうね。全く同じ語訳してましたからね。まあ、そうとしか、ですから、人文書院版見て、岩波書院版の、岩波書店版の翻訳を作ったものは、
人文書院版をやっぱり参考にしながら、うん、翻訳したに違いないと、思われるわけですけども、まだこの、ハンス少年の、日本語訳は詳細にはちょっと見てないですけども、まあ、語訳がないではないということは想定しておいてください。で、ハンス少年、フロイト、その恐怖症を呈したときに、5歳になる少し前で、で、まあ、恐怖症の症状が亡くなったのが5歳、ちょっと回った、あたりで、このアイデンティティはもう分かってるんですね。歴史的な研究をしている人たちのおかげで、このフロイトがデア・クライネ・ハンスと、呼んでいるこの患者の本名が、これですね、ヘルベルト・グラフという人物であることが分かっています。で、この写真は大人になったハンス少年ですね。この中年の男性ですね。これ、何やってんだろうと思われるかもしれないですけれども、彼は大人になってオペラの演出家になったんですね。オペラの指揮もしたことありますし、まあ、主にアメリカでニューヨークメトロポリタンあたりでドイツオペラの演出をしたと。で、これ今ですから、その練習の光景ですね。女性歌手が歌ってるところに稽古をつけてるわけですね。要するに。で、この、ヘルベルト・グラフ、生まれたのが1903年で、亡くなったのは1973年、であるということが分かっています。で、このヘルベルト・グラフの子供の時の写真がないかなと思ってちょっと探したらですね、インターネットを探すと、何が見つかるかっていうと、この写真が見つかります。この赤ちゃん抱っこしてる、膝に抱っこしてるフロイトの写真ですね。で、この写真が、ハンス少年とフロイトだという説明のもとに、出てます。ウィキペディアの英語版ですね。ウィキペディアの英語版のヘルベルト・グラフの項目にこの写真が出てます。でもこれ、実は違うんですね。これ、フロイトを見るとわかりますけども、この赤ちゃんですから大体1歳ぐらいですよね。生後1歳ぐらいの赤ちゃんで、ですからその、ヘルベルト・グラフは、1903年生まれですから、1904年ぐらい、1904年ぐらいの、1904年頃のフロイトの写真はどんな風かっていうと、これがですから、1905年、1906年あたりのフロイトってこんな感じですね。まあ、1856年生まれですから、まあ、50歳ぐらいですよね。まだそんなに老けた感じじゃない、まだ若々しいフロイトですね。で、それ、こちらの写真と見比べてみるとわかるように、明らかにこのフロイトはもっと年取ってますよね。で、この写真に、が撮られたのは、おそらく1922年頃ですね。で、この赤ちゃんは、フロイトの孫ですね。フロイトの孫なんですね。
ステフェン・ガブリエル・フロイトという、この子は1921年7月31日生まれ、亡くなったのは比較的最近、2015年の1月6日に亡くなって、ちょっと何を、大人になってどういう仕事をしてた人なのかよくわかんないんですけども、でもフロイトの、息子の一人の長男ですね。これはまあですから、まあ、フロイトの写真を、フロイトの顔写真を見慣れてるものであれば、これちょっとおかしいだろうってことですぐわかるんですね。これはなんかハンス少年のはずはないということですぐわかるんですけども、僕も、ですから、ハンス少年のその小さい時の、幼い時の写真がないかと思って、インターネット探して、今回初めて気がつきましたけど、そうやって間違って紹介されてるんですね。ウィキペディア。まあ、ウィキペディアは間違いが少なくないので、まあ、ウィキペディアならではといえば、ならではですけども、でもその間違ったこれがハンス少年だっていう、いう説明、間違った説明のもとに、この写真っていうのはインターネットでは結構出回ってます。まあ、注意してください。まあ、残念ながらですから、子供の時の、5歳ぐらいの時の、ハンス少年の写真というのはちょっと見当たらなかったですね。で、この子が、どういう症状を呈したかと、恐怖症の症状ですね。恐怖症の症状として、どういう症状を呈したかというと、馬に噛まれるという症状ですね。今回セミネールの説明の写真に男の子が小さい男の子が馬に手伸ばしてる写真がたまたま見つかったんでそれ使いましたけども、男の子がこうやって馬に手を伸ばしてる。でまあ、馬の方は別に何も噛もうとはしてないですけども、でもそういうふうに伸ばすと、馬が、ね、パクッとこの、指先を、噛むと。そういう意味で、そういうふうに馬に噛まれるという不安に、このハンス少年は、5歳なら少し前に突然、取り憑かれた。でこの、ハンス少年の父親は、音楽家だったんですけど、このお父さん自身が音楽家だったんで、ハンス少年も音楽の勉強して音楽家になったわけですけども、このハンスの父親は、精神分析に興味があって、フロイトの勉強会に、参加してたんですね。で、自分の息子が、なんと自分の息子が恐怖症の症状を呈することになってしまったというんで、まあ、ちょっとびっくりして、フロイトに、相談したと。でまあ、あの当時、その5歳の子供をフロイトはまあ当然その患者として治療したことはないし、まあ、ちょっと扱いあぐねって、まあ、お父さんじゃああなたがちょっと自分で子供の相手してやんなさいと、まあ、治療というところまで当然いかないわけですけども、まあお父さんあんたがまあ子供の様子見て、まあ、私に報告フロイトに報告してくださいみたいなアドバイスをしてですからその、この、5歳男児の恐怖症の分析というタイトルにはなってますけども分析したのはフロイト自身ではなくて、ハンスの父親ですね。しかも、まあ、その分析と言えるほどのことは、にはなってないと、わけですけども。で、まあ、経過は、ハンスの父親は、まあ、別にその本当の意味で分析みたいなことができたわけではないですけども、経過としては結局、4ヶ月か5ヶ月ぐらいの経過で、まあ、それこそ言ってみれば自然に収まってしまったわけですけども、その恐怖症の症状そのものはですね。でしかし、まあ、そこにおいて一体どのようなことが起きているのかということ
これはフロイトのテクストから読み取ることができます。でそれをまず見ていくこと、ことと。それから先ほども言ったように、フロイトがそのエディプスコンプレックスの概念にこだわるあまり、いかにそのハンス少年において起きていることを、見誤っているかということも見ていこうと思います。で、精神分析の臨床において、そのそもそも何かをその精神分析的な観点から見ていこうとするときに、我々は何に最も注目すべきかと。それは穴ですね。どこに穴があるかと。そしてその穴がどのように塞がれ、あるいはそのどのように隠されているかと。そこに我々は最も注目します。穴にとにかく注目する。穴がどこにあるかと。で、穴がいかに塞がれ、いかに隠されているかと。そこに、我々はその焦点を向けます。で、このハンス少年の場合、もう穴は一目瞭然ですね。要するに馬の口ですね。馬に噛まれるっていうんですから。先ほどイルマの注射の夢で、イルマの口が大きく開くというところが中心的なイメージだって言いましたけど、まさにそれと同じで、馬の口、その指先を噛むかもしれない馬の口の穴が、まさにその穴ですね。で、そのような観点から、このケースを、改めて見ていきたいと思います。はい、じゃあ今日は、ここまでにして、皆さんのミュートを取りますので、皆さん質問のある方はどうぞ自分の、カメラをオンにして、どうぞ質問してください。どうぞ。